はい、ストックさんの岩戸です。浜口です。今回はですね、浜口さんの提案のロープレっていうのを実際に撮ってきてもらったんで、その動画を見ながら僕がコメントを入れていくと、でそれに対して浜口さんが答えてもらうっていう風な形で進めようと思ってます。で、実際に相談いただいた内容をモチーフとして、さすがにそのまま出せないんで、ちょっといじった感じで本当に浜口さんがやった商談をトレースする形でやってもらってるんで、どんどん僕はツッコミ入れていこうかなと思ってます。お願いします。はい。ちなみに浜口さんはいわゆるジェネラリストって言われるウェブマーケティングでいう YouTubeとか SEO とかウェブ広告とか、これに一点突破してますっていう形じゃなくて、全体的に理解がありますっていう風な、そういうスキルセットかなと思うので、そのスキルセット自体めっちゃ希少なんですけど、強みがなかなか明確には伝わりづらいっていう風なデメリットもあると思うんで、この提案ロープレを見てこういう風に介在価値出してくれるんだなっていう風なのが伝わればいいなという風に思ってるんでね、バチって決めてくれてると思うんで、めちゃくちゃハードルが上がってます実際にやった商談をベースに作ってるので、はい、僕が一応ウェブマーケターとして気になったところっていうのを事後ですけども突っ込むことで、より具体の話ができればなとは思ってます。矢野さん、僕認定パートナー降格したじゃないですか。じゃあな、どうやったら認定パートナー戻れますかね。うちにな、法人対応の品質の基準をまとめたような品質ガイドラインっていうやつがあるから、それ全部守れるようになったら戻したるわ。え、マジですか。え、どこから読めるんですか。この動画の概要欄に載っとるわ。今すぐダウンロード。よろしくお願いします。特産認定パートナーの浜口です。お時間いただきありがとうございます。お願いします。今日は事前に伺ってた新規事業の相談というところでお時間いただいているので、簡単には事前にメールで内容をご共有いただいてたかなと思うんですけど、改めてご状況のヒアリングさせていただいて、その場で私の方からこういうふうに進めていくといいんじゃないかみたいな進め方とご提案できればなというふうに思ってますので、よろしくお願いします、はい、お願いします。これまでデザインとか動画制作を10年ほど制作の会社を経営されてらっしゃって、新しく新規事業をなんか作っていきたいみたいな、そういったような状況で間違いないですかね。はい、ってます。メールの方でパワーポイントを動画化するようなこととかも反応が良くて、事業化していきたいみたいなの伺ってたんですけど、うん、そのあたりそういないですかね。そうですね、そういないですね。懇意にしてくださってるお取引様からタイミング重なって 2,3 社くらいその同じようなニーズがあったんで、これもしかしたら新規事業の種としていいんじゃないかっていうところで今回問い合わせさせていただきました。状況としてはすでにメニューがある程度決まってて売り出しているっていうよりかは、何社かこう既存のクライアントさんにお話を持ってたらニーズがあって、ちょっとずつ提供が始まってるっていう理解で合ってますかね。はい、そこ提供しつつ、新規事業としてはまだそんなに構想は固まっていなくて、そこの構想を詰めるところから伴走していただけるようなコンサルタントの方とご一緒したいなというふうに思ってます。先にちょっとお伺いさせていただくと、もうすでに何社か他の会社さんとかもお話を聞かれてるっていうふうにいただいてたかなと思うんですけど、今ご状況的にはどういう提案をもらって相談進められてるような状況なんですか。今話聞き終わったのは2社ほどになるんですけれども、両方とも近しいようなご提案をいただいていまして、内容としてはまずそのサービスのところを LP 化していく、まあ、LP を作っていくとともに、ある程度そのサービスの内容とかも固めていって、まず広告を回してそこでお客さん問い合わせいただけるかっていうニーズ刺さるかっていうところを試すのがいいんじゃないかっていう、ざっくり言うとそういう提案を2社からもらってる状況です。ページ作ってテストしていこうみたいな感じってことですかね。そうですね。この新規事業自体はスケジュール感的にはどれぐらいで事業を作っていきたいみたいな目算があるのかとか、はい、売上としてもどれぐらいの規模を目指していきたいのかみたいなってイメージってありますか。スケジュール感はそんなに急いではないですね。たまたまこういう新規事業いいんじゃないかってパッと思ったものなんで、将来的に今の弊社の年商規模的にも数億っていうところではあるので、この新規事業で来期例えば3000万4000万5000万くらいの水準になっていって、ゆくゆくは弊社の事業の柱として、今のメイン事業ともう一つ二つ目の柱として成り立っていけばいいかなっていうふうに思ってます。今実際に反応を持たれたクライアントさんいらっしゃると思うんですけど、はい、それは具体的にはどういう資料とかを動画化していきたいみたいな感じだったんですか。1個が求職者向けの会社説明資料ですね。お客さんの企業に入りたいと思ってる人向けの、まあ、資料、今まで紙だったんですけど、まあ、今の時代他社もいろいろ YouTube チャンネルだったりとか始めてたりしてて、動画の方が伝わりやすいんじゃないかみたいなところを思ったらしく、それを動画化したいっていうような意見でしたね。あとはまあサービス説明資料、会社説明資料みたいなところが多いですね。パワーポイント動画制作だけだと市場的にも小さいし、競合がすでにいるからもうちょっと広げたいみたいな話をメールで伺っていたかなと思ってまして、そのあたりもちょっとお伺いしてよろしいですか。今のところこのサービスの内容って資料を動画化しますっていうところで、かなり参入障壁的にも低いんじゃないかっていうところもありますし、弊社がやる理由とか弊社の強みみたいなところを今のところ明確に見出せてないかなっていうふうに思っています。まあ、それこそ動画作れる方って個人でやられてる方から、まあ、大手の制作会社まで相当なプレイヤーがいると思ってまして、その中でどう尖らせていけばいいのか、尖らせないとちょっと厳しいかなっていうふうに思ってるんで、そこからちょっとご相談したかったですね。僕も実際調べさせていただいて検索
していただくと分かると思うんですけど、めちゃくちゃ数いっぱいあるじゃないですか。資料を動画にしますとか、会社紹介動画を作りますみたいな、はい、制作会社さんがちょっと他のものを動画化しますっていうサービスって、今参入していくにはちょっと遅いのかなっていう5年ぐらいもうすでにいっぱいプレイヤーが出てる状態だと思うんですけど、その市場の中でどういうふうにこうサービス提供していくのかとか、差別化ポイントを作っていくのかみたいなのは、はい、おそらく決めていった方がいいかなっていうのは、事前にご相談メールでいただいたところから思ってたところでして、であともう一つは、今すでに他の制作会社さんとかもお話しされてて、御社の方でもある程度ページを作って、形を最初に作ってから広告でテストをしてっていう形でどれぐらいで検証しようかっていうのを進められてると思うんですけど、私のおすすめとしては、最初の何もない状態からいきなりページを作るんじゃなくて、 B2B における新規事業の理想的な検証フローみたいなものが、私的に個人的に考えてるものがあるので、それに乗せていただいて運用していくっていう方が、よりあの成功の角度を上げられるんじゃないかなというふうには思ってますので、事前にいただいた内容をもとに、私からはそういったような軸でお提案ができればなというふうに思ってます。これって本当に言ってるままで資料を動画化するっていうだけですか？実際に提供しているのはそれで、ただこの後出てくるんですけど、本来やりたいのは、これ前提として動画の制作とかクリエイティブやってる会社さんなんですけど、会社の中に眠ってるクリエイティブ、要は使ったけどもうそのまま放置されてるとか、印刷はされてるけどみんなはウェブでアクセスできないような状態になってるとかっていう、そのクリエイティブ資産をちゃんと活用できるように DX の支援をやっていくっていうのを、少しレガシーなクライアントさん向けにやっていけるといいんじゃないかみたいなのを、代表の方は構想を持たれてるようでして、もともとで、その切り口の一個がパワーポイントだったっていう感じで、で反応が良かったから、これもっといけるんじゃないか、けどどうやって進めていけばいいんだっけっていう状況らしいです。なるほど。具体的に B2B における新規事業の理想的な検証フローっていう風に私の中で定義してるんですけど、まず既存のお客さん多分いらっしゃると思うんですね。数的にはどれぐらいいらっしゃいますか？今で言うと 7,80 社とかですね。その 7,80 社に対して簡易的にやっていただきたいのは、営業資料をもう先に作っちゃうっていうのをやっていただきたいなという風に思ってまして、もう枚数としては本当に5からもう多くても10ページぐらいのもの、もう本当にペラ1とかペラ2枚ぐらいのコンセプト構想のものでもいいので、多分おそらくお取引ずっとされてらっしゃって、関係値が良くて気軽にコンタクト取りながらやられてるような取引先の会社さんいらっしゃると思うんですけど、その会社さんにコンセプトと、これからこういうプランとかメニューっていうのをうちでリリースしようと思うんだけど、もしよかったら壁打ちさせてくれないかっていう風に時間をもらって、で良ければ先行プランみたいな形で割引するんで壁打ちさせてくださいっていうのでフィードバックもらうっていう、壁打ちの簡単な営業資料を作って、既存の顧客への壁打ちの営業っていうのを先にやっていただけるとすごくいいんじゃないかなという風には思ってます。もうすでに取引あるお客さんがまずプランを作った時に近い顧客属性になってくると思うので、まずそこに当てに行って実際の反応を見て買ってくれるのかとか、逆にこの内容でこの金額だったら買えないよなのか、うちもうすでに他のサービス使ってるよっていう、あのいろんなフィードバックが出てくるので、ページを作っていきなり広告を回すってよりは、まず一番もう取引が密にあってフィードバックをもらえるところに工数がかからない形でページを作って持っていって、営業してみて当ててフィードバックをもらうっていうのを先にやっていただきたいなというふうに思ってます。実際に新規事業の本当に角度が高いものに関しては、本当に5枚10枚ぐらいのものを持ってって営業するだけでめちゃくちゃいいものだと、これまで発注したくてそういうところを探してたんだよねとか、確かにこういう課題あってこんなメニューがあればいいなと思ってたんですっていう風に当てた時点で売れるプロダクトって顧客の反応が違うんで、実際私も B2B の営業のメニューとかプロダクトを作って何社も営業してきたんですけど、仮説検証して簡単な叩きの資料を持ってった時点でも反応がやっぱ全然分かれるんですよね。売れるプロダクトと売れなかったプロダクトで、売れるものに関してはその時点で、あ、これできたらまた連絡くださいとか、こういう風に調整できないですかってクライアントと顧客の側からも提案が来たりとか、メニューのブラッシュアップが来るので、そういったものをまず先に作って売っていくっていうのをやっていただきたいなと思ってます。でそうすると中身が固まってくるので、そのタイミングで今度は社内の営業のリソースを活用して拡販していくもいいですし、ある程度既存クライアント以外にも広げていくってなったタイミングでページを作ったり広告を回していくっていうのが検証フローとしては理想的なんじゃないかなというふうには思ってますね。素晴らしい、ありがとうございます僕が思ってたマジまんまだったんで、さすがだなって思いましたよ。いやもう話聞いた瞬間広告回すってアホちゃうかと思ってでもリアルにめっちゃ多いですからね。いやそうですよね。この間違いマジで多いんで、僕それで案件断ってることも今まであったりしたぐらいなんで。いやそうなるプロセスフローがウェブ支援してる側からすると、うん、その気持ちも分かるんで、うん、ちなみに新規事業ってかっこよくて誰もがやりたくってみたいな感じだと思ってるんですけど、僕結構新規事業やってるじゃないですか、はい、代表交代以後で結構当ててるんですよ。そうですよ
よねなんでかっていうと、もともとやってたからなんですよ。もともとやってる支援内容を分かりやすく切り出すっていう形の新規事業もあるんで、それを逆側からやろうとしてるだけなんですよ、これって、はい、これどうすかって言って、何件か売れたら、あ、これいけんちゃうかって言って、その売れた要因を分析して、ペインがあるのかニーズがあるのかとか、あるいはウォントに指してんのかとか、そういう形式ばったやつに当てはめて、自分たちで言語化してクリエイティブ作って売っていくみたいなのができるようになると思うんで、今やってる業務と近しいようなことを新規事業としてやりたいって言ってた場合は、まさに浜口さんが言ってたみたいに、既存のお客さんに当ててみてみたいなことをやるのがベストかなという思います。僕らもね、結局動画出したりとか、はい、LINE 出したりとかして反応を見て、あ、これいけるわとかっていうのがなんとなく分かるっていう強み持ってたりするんで、そういうので僕らは検証するようにしてたりします、ね、この会社の場合特にデザインとか動画とかって、どの会社でも何かしらは絶対どっかに発注してるじゃないですか、うん、お金はそもそも掘らなくても動いてるんで、うん、その中でどういう入り方とか依頼のしてもらい方をするとメニューとして成立するかっていうところを探っていくだけなので、うん、新規事業と言いつつ全く度新規で当てるっていうものでもないのかなと思ってるんで、うんうんうん、なんか新規事業じゃないやんと思っちゃう向こうとしてはやっぱ新規事業として取り組んでるっていう意識がすごい強いなって、まあね、課金体系とかがね、はい、ちょっと変わるかもしれないんでね。僕の認識だと最初にやっぱサイトとかないときちんとしてないサービスかなっていう風に安心してもらえないんじゃないかみたいなところを思ってたんで、営業資料だけでも売れるものは売れるっていう感じになるんですかね。そうですね、実際 B2B の現場で新しいメニューが売れ始めるのって、先にプロダクトとかページが作れるよりも、実際はお客さんから相談をもらって、通常のメニューにはないけどこういう風にしたら提供できるよって売ってるものの方が、無形商材の場合は特に多かったりするので、動画とか有形のもの、要は納品物があるものに関してもそうですけど、お客さんからオーダーをもらってこういうこともできないかって、多分普段業務やられてる中でいくつか出てきてると思うんですけど、その延長にやっぱり新規事業も出てくる、既存のリソースを使って新しい事業を作っていくんで、なのでそういった意味でも本当に簡単な資料を当てて反応を見て、で良かったものっていうのはもうある程度そこで売れていくんで、ある種モニターですみたいな形で、最初のこの壁打ちにお付き合いいただいて導入してプロダクトを一緒に作っていくお手伝いいただいたんで、最初例えば何パーセント割引でとか、なんならもう半額でとかっていう形で導入させていただけます。もう無料でちょっとテストしてみてフィードバックもらえないですかっていう風にアプローチしていってもいいかなと思うので、そういった形で広げていくのが一番こう固い B2B の新規事業の作り方かなという風に思ってますね。変にカッコつけるのではなく、正直に作ってる途中ですっていうところで意見くださいみたいなスタンスでご意見もらうみたいな感じなんですね。ですね、絶対 LP 作らない方がいいと思います最初に LP 作っちゃうと、綺麗にもちろん定義して作っていくと思うんですけど、1ヶ月とか 1.5 ヶ月ぐらい LP の構想を練ってページに落とし込むじゃないですか。でいざアド回して問い合わせが来ないみたいなって全然容易にあり得るかなと思ってます。で当然新規事業なんで外れるのも当たるのも出てくると思うんですけど、そうなった時にまた今度ページの回収費がかかって、広告費もじゃあまたどれぐらい検証で見積もったらいいんだろうって形でどん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 お金が出てっちゃうので、いかに最初に手前の費用をかけずに検証していって、まあ、売上が立つ種を見つけるかっていうのがすごく大事になってくるんで、これが見つかるまではそれ以外のコンテンツを作るような費用とか広告費ってとかなるべくかけずに PDCA 回せた方が打席に立てる数増やせるんで、新規事業としては当てられる確率を少しでも上げられるんじゃないかなと思ってます。なので御社の場合もちょっと重複しちゃうんですけど、いきなりページとか広告とかっていうウェブのコンテンツの方に行くんじゃなくて、まずそういったような既存顧客への営業資料を持っていってコンセプトを壁打ちしていくってところから始めていただくのがおすすめかなと思ってます。補足というか、僕が提供したい情報みたいなベースなんですけど、 D2C の企業ですら最初にプレスリリース出しちゃうって企業ありますから、商品を作らずにバックエンドで別に OEM で売れるから、一旦このコンセプトが世に受け入れられるかを見極めるためにプレスリリース先に出しちゃうっていう企業があるぐらいですから、これドロップシッピングとかの全く一緒じゃないですか、売ってから考えるっていうのが一番外れない方法ですよね。今無形だと多いっておっしゃる通りなんですけど、有形ですらあるんで、そうだったらなおさらっすね、なおさら広告回しちゃってからなんか考えるみたいなこともあったりするぐらいなんで、これは知っとくといいかもしれない、うん。であと2つ目は肘ついてて偉そうっすねプレゼンの話ですね普段オンラインだとバレないんでバレないんでって言ってもいやこれ身内感ちょっと出ちゃってるんで、お客さんなんでこれ気をつけてください。身内に社内ミーティングしてるような雰囲気でこうだよっていうのがちょっと出ちゃってますすいません。進行のイメージというか聞きますかね。気になったので言うと、はい、そういう風に既存の関係値のあるお客さんにご意見もらって、実際にじゃあこれいけるっていう風に判断するタイミングだったりとか条件みたいなところ、何社に売れたらとか、継続どんぐらいするお客さんが何社生まれたらとか、そこのあたりの基準とかってあったりするんですかね。当てて反応を見ていくってところでと、3社ぐらいもう売り上げ立ってきたらかなり角度としては高いと見ていいかなと思ってまして、実際売り上げの立ち方もどういう売り上げの立ち方かっていう裏側を見ていただきたいなと思ってまして、はい、要は御社との既存の取引で別の仕事が走っていて、まあ、その半分おまけだよっていう形で受注できるものって多分出てくると思うんですけど、その形での発注じゃなくて本当にちゃんと狙いたい顧客のニーズに対して届いてるなっていう形で発注をくれてるクライアントさんが3社
社ぐらい積み重なってきたら、これは他にもたくさん数がいるだろうっていうところで広げていっていいんじゃないかなっていうのが、ちょっと肌感覚にはなっちゃうんですけど、これまでプロダクトを作って売ってきた体験としてはそれぐらいの数値感かなというふうには思ってますね。ロープレイに対するフィードバックとかじゃないんで同意なんで、僕が結構やるのはアウトバウンド営業でとにかく商談10から20取ってみるっていうのは別パターンのおすすめの方法かなと思ってるんですけど、どう思いますか？先に DM して当ててっちゃうってことですよね。は結構ありだと思います、モニターとか新規でこういうの始めましたっつって、それこそプレスリリースとかってベンチャーとかだったら確か2年ぐらい無料で打てたりする、なんかありましたね無料のやつが、普通に無料で打てるプレスリリースのやつもあったりするんで、こういう発表そのプレスリリースの URL 乗っけてアウトバウンドで営業してみて、もう声が聞きたいですよね、僕らの感覚としては。実際に当てるとそこでこれ外してるんだなとか、逆にここは芯食ってるけど料金的にこれだと成立しないんだなとか、課題が明確に分かってくるんで、 B2B において新規事業っていうか答え探しみたいな、一つずつ当ててって埋めていくみたいな感覚はあるんで、その手数を増やしていくっていう意味では先にアウトバウンドやっちゃうっていうのも全然ありだと思いますね。もっと固くいくならですけど、仮説3パターンぐらい作っといて、仮説っていうのはつまりターゲットとそのニーズですよね、ターゲットのニーズの仮説作っといて、これそれぞれで10から20商談やったらどのターゲットのどのニーズに刺さってるのか刺さってないのかっていうのが分かりやすいかなっていうふうに僕は思ってたりしますって感じですかね。間違いないと思います、あとは、まあ、実際浜岸さんに入っていただくとなると、浜岸さんはどんな支援の仕方だったりとかコンサルティングをしていただけるのかなっていうところ、どんな伴走の仕方なのかなっていうところちょっと気になりました。 ありがとうございます。こういったような新規事業をご支援していく場合は2パターンありまして、で1つは別の動画とかでも紹介してると思うんですけど、コンセプトワークっていう事業とか会社のコンセプトを決めて、このプロダクトこのサービスは誰の何を解決しに行くのかみたいな、その業界とか領域の負を洗い出してコンセプトを作っていくっていうワークショップの形式のものがあるんですけど、これをまあ1日本当に缶詰になって 4,5 時間ぐらいガッとやらせていただいて、最初の事業コンセプトとか狙っていくターゲットの像をかなりクリアにして、でそこから実際の仮説検証に送っていくっていう、そのコンセプトワーク付きのものと、今回御社の場合も該当すると思うんですけど、事業の構想とかコンセプトはある程度形になっているものがあるっていう場合に関してはコンセプトワークを抜きにして新規事業の伴走支援という形で、 B2B のプロダクトだと正直3ヶ月いただければ最初のコンセプトが実際クライアントに当ててみてフィードバックをもらって再度ブラッシュアップして勝ち筋があるのかどうか、その後その事業その領域の方向性でまだ進んでいっていいのかっていう判断は作るかなと思うので、この3ヶ月間を一緒に私も入らせていただいて、時には御社が良ければですけど御社のクライアントさんとのミーティングに私も同席させていただいて、一緒に提案して反応を探って、終わった後に我々の方でどうだったかって、次どういう風にプロダクトをブラッシュアップしようかみたいなところをディスカッションしていくみたいな進め方の伴走支援はできるかなとは思ってます。ちなみにそのコンセプトワークっていうのを弊社の新規事業今までやってきたところではあまり実施してきてなかったんですけど、なんかそれやるとやらないとではどんな違いが出てくるのかだったりとか、そこのあたりが気になりましたね。やっぱりコンセプトワークを実施して、その業界もそうですし他の競合が何提供してるかっていうところの課題を全部洗い出していくっていうことをきれいにやってあげると、新規事業で始まるってなんとなく他社でこういうのが儲かってるって聞いたからとか、クライアントからいくつか相談もらったからこれが勝ち筋あるんじゃないかっていうふうに、代表とか事業責任者の突発的にこれいけるんじゃないかっていう発案から始まることって、こういろんなクライアントさんとお話しさせていただいてすごい多いなと思っていて、それを改めて顧客のどのニーズにどういうふうに刺さって課題解決できてるのかとか、そういったのを一つ一つアイデアベースでできたものをより精緻化してしっかりとした事業プランに落とし込んでいくっていう作業かなというふうには思ってますね。なんでそこの上段の設計がしっかりあると、その後の仮説検証を回した時も、じゃあこの路線じゃなかったら事前にコンセプトワークの中でディスカッションしてきたらこっちの路線なんじゃないかっていうふうに検証していくフローも順番だったりで作りやすいので、ある程度も検証したいものが決まってる場合はなしでもいいですけど、ゼロから作っていくってなるとコンセプトワークみたいなの挟んでいただくと進めていくイメージがよりクリアになるんじゃないかなと思いますね。ちょっとコンセプトワークっていう言い方、新規事業の立案会議みたいなものになってくるんで、どういう風なプロダクトを誰に届けて、でそれをいくらぐらいで提供するとどういう利益になるのかみたいなところをちゃんと決めて進み出した方がよりこう綺麗に進行できるんじゃないかなとは思ってますね。そこで立った仮説も間違ってる合ってるとかも明確に出てきやすいってことですよね。その後おっしゃる通りですね。これはちょっと補足がいるかなって思った話でして、このクライアントさんはこの動画で言ってる以上に多分先の構想とかある風な話言ってましたよね。 で、はい、でそれに関して自信持ってるってなって結構やることが決まってるみたいな風に受け取ったんですけど、それは合ってます？そうですね。このロープレイには含まれてないんですけど、実際の商談の場合はコンセプトワークも提案してて、でどういうことやりますよっていうの概要も話したんですけど、ある程度こうやりたいことがそこのビジョンを持ってらっしゃって、でその中で当たりをつけていきたいメニューというかプロダクトの構想イメージはあるんで、ここは別で予算を組むっていうよりかは伴走してもらいながら適宜フィードバックするっていう形で落としてもらえると、予算的にも新規事業の伴走する予算としても組みやすいですっていうふうに言われたんで、ワークショップとして別で予算を取っていただいて実施するっていうよりかは伴走支援の中に
インクルードして進めてもらえませんかっていうのを最終的な落としどころとしてご支援させていただくっていう形になってますね、うん、やることが決まってるんだとしたらコンセプトワークやるの僕は賛成なんですけど、そもそもプロダクトもねえわ、構想もふわっとしてるわみたいな感じだと僕はまず営業の方がいいって思ったんですよね。じゃないと何も分かんないんで。それどうですか、今回の場合動画化したいみたいなそういうプロダクトのイメージすらない場合、うん、要はなんとなく新規事業やりたいみたいな、そう相談すらない場合、その場合はいきなりコンセプトワークよりもどういう方向でいきたいんだっけってところは決めてもらった方がいいかなと思いますね、うん、じゃないとそこから先何をどう掘っていくのかってところの議論ができないと思うんで、コンセプトワークが刺さる層って一定数レベル高い人なんですよ。そこの課題のなんとなくだけどそういう感覚を持ってる人にしか売れないものだと思ってて、そこはちょっと注意した方がいいかもしれないです。そういう意味でいくといざやりましょうってなってコンセプトワークから着手した時にちょっと遠いじゃないですか、最終的な売り上げとかその事業の立ち上がり、そこの重要度を理解するっていうところの入り口はお客さんによってはもうちょっと早く違う形がいいっていう風になる可能性ありそうですね。そうですね、既存の事業で頭打ち感を覚えているとか、うん、そういう状態になった時ってどんだけマーケティングの細部の話を考え巡らそうがあんまりピンときてないはずなんですよ。その時に言葉遣いといいますか社内でどういう指針でやっていくのかっていうのをなんとなくだけどそこを課題に思ってるっていう状況じゃないとコンセプトワークしてもあんま意味ないっていう風に僕は思っていて、おっしゃっていただいて今思ったのは従来のコンセプトワークじゃなくて新規事業用にどこに勝ち筋があるんだっけっていう競合調査込みで当て方を議論するみたいなコンセプト、要は新規事業コンセプト会議みたいなちょっと違ったバージョンだといいのかなと。あ、めっちゃいいと思う。今提供してるメニューそのまま持ってっちゃうと既存のコンセプトワークだとちょっと新規事業が確かに遠いかもなと思いましたね。そうですね、現場の意見がたくさん出てくる状態にしてからそれこそ営業マンさんのこういう意見聞くんですよみたいな話とか、僕はこうしたいっすみたいなのが出てくる状態である程度稼働してる状態じゃないと結構きついかなっていうふうに思ったって感じですね。今お話聞いてると戦略部分とかは頼れそうだなっていうふうに思ったんですけれども、新規事業で、まあ、僕がちょっとポッと思いついたものなんで、結構今メインの事業も忙しくなってきていてリソース部分とかもそんなに確保できたりはしないんですけど、最初の方は僕が実際商談とか出て意見頂戴するんでいいんですけど、その後じゃあこれでいこうってなった時の実動の部分とかってどんなご支援のされ方普段されてたりするんですかね。今回の場合だと実動に関しても主に仮説検証が終わった後の攪拌していくようなセールスの舞台とページを作って広告を作りましょうっていうウェブの舞台とあるんですけど、どちらも基本的にはご支援可能かなと思ってますので、仮説検証が終わったタイミングでまた改めてどういうセールスの体制でいくのかとか、ウェブのコンテンツとして何が必要なのかってところを定義させていただいて、そこはご相談に乗った上でご支援ができるかなと思ってます。であと合わせてこれすごい重要なんですけど、新規事業これからもしやるってなって意思決定していただく場合は代表の二木さんか、もしくは社内で営業の方で既存クライアントさんとやり取りされてるエースの方とか部長の方みたいな方にしっかりとコミットしていただくっていう前提で入っていただかないと正直立ち上がらないかなと思うので、もしご発注いただけてご一緒するってなった場合はその前提で考えていただきたいなというふうには思ってますね、うん、ちなみにそれはなんでなんですか。新規事業の一番あるあるの失敗パターンは外部に丸投げする、例えばですけど新規事業お願いします、浜口さんあと全部やっといてねみたいなパターンとかで、社内に専任になるような担当者の方がいない、ないしは社内の担当者もやるんだけど全体の業務の中の100あるうちの 90% ぐらいが既存業務で 10% ぐらいちょっと確認しますよ、ディレクションしますよぐらいで入るパターンだとやっぱり立ち上がらないケースが多くて、しっかり代表の方とか責任者の方っていうのを立てていただいて、その方と一緒にコミットするっていうやり方をやらないと、当然新しい事業なんで僕も過去いっぱいご支援してきてて、そこは明確に言えるところかなと思うので、しっかり立ち上げるんだって決めて割り振っていただきたいなというふうには思ってます。危なかったですちょっと社内も調整してある程度営業のものだったりのリソース調整しようと思います。でないと本当にお金が無駄になっちゃうので、もう立ち上げてやるんだって決めてご発注いただければ私も成果を出しに行こうっていうのは一緒に動けるので、そこはまず新規事業を一緒に作っていくっていうでは一番念頭に置いていただきたい部分かなとは思ってます。めちゃくちゃいいこと言ってますね、ありがとうございます結局それだと思います。どんだけ熱量を持って当たれるかみたいなのがめっちゃ分かれ目かなっていうふうに思います。これは実際僕社内見てても思うんですよね、ストックさんのやっぱ立ち上がってるところって責任者の熱量と違うじゃないですか、うん、いろんなプロダクトストックさんとしても出してますけど、 それこそ直近でいうと定額制の採用代行のサービス半年ぐらい準備してたんですけど、半年準備してる中で3ヶ月目ぐらいに責任者がですね、よそから違う事業のオファーを受けてちょっと手伝おうとしてたんですよ。お前なめんなよっつって新規事業1年とか1年半とかで見ないとなかなか難しいから、そんな甘くないからそれやるんやったらやめてって言ったんですよ。いやめっちゃ大事だと思います既存のリソースを何パーか割いて立ち上げようみたいなやり方をやって立ち上がらないことはもちろんないんですけど、角度がやっぱ下がっちゃうんで、もう本気でこれ当てに行くんだぞってやらないと最後粘れないというか選択と集中する。いいこと言ってますね、ありがとうございます。ロープレイなのに、ありがとうございますし
問以上になるんですけど、具体的に支援入っていただく時の費用感だったりとか期間の目処とかそういったところを教えていただいてもいいですか？お話ししたコンセプトワークに関しては大体まあ1日まるっと開けていただくような形になるんですけど、税抜きで50万円で実施させていただいてます。コンサルティングの伴走支援に関しては基本的に今回の場合だと3ヶ月間で一旦区切りをつけてその後決めていっていいかなと思いますので、月40万円かける3ヶ月間の120万円っていうのをご予算として確保していただければ、しっかりと仮説検証をしてその後の方向性っていうのも決めていけるんじゃないかなと思ってます。これいろんなクライアントさんにお伝えしてるんですけど、そのウェブの担当者を普通に正社員に雇用して集めるってなるとだいたい30から40万ぐらい、まあ社保払ってっていう形だと40万ぐらいの費用感で正社員の方雇用されるケースが多かったりすると思うので、まあその担当者を新しく採用したりとか既存のリソースを使うよりは割と私広く B2B の営業とかセールスとフロントの部分もできますし、ウェブの施策ってところも横断して見れるので、そういったような担当者を雇うのと同じような感覚で私をチームにアサインしていただけたら、仮説検証まで期間を区切ってやらせていただくっていう形で使っていただくことが多いですね。まあ一旦3ヶ月では仮説検証終わって新規事業の方向性が決まってる状態ってことですね。断念するパターンもあるし、あこれでいけそうみたいな感じになってる状態って感じのイメージ持っておけばいいですかね。おっしゃるとおりです。3ヶ月で目標は売上が立つっていうところを一つ目標にするんで、一番グッドなパターンはもうその時点で3ヶ月の中で売上立ちますし、もう少し PDCA 回さないといけないって場合はそこからまたコンセプト組み直すか、もう一旦アイデアとしては閉じましょうっていう判断になるかなと思います。1個質問なんですけど、はい、今他の業者さんから提案もらってる、まあ、LP1 ヶ月くらいで作って広告1ヶ月 1.5 ヶ月とかで検証していきましょうみたいなところと比較すると、意外と費用感的にも浜口さんにお願いして壁打ちしてもらってコンセプトワークして既存のクライアントに売っていくみたいなパターンと結局スピード感とか費用感的にも同じくらいになるんじゃないかなって正直思ってしまったんですけど、そこどっちがいいとか浜口さんなんでこっちの選択肢取ってるかとかあるんですか？結構これよくご質問いただくんですけど、その B2B の新規事業じゃないですか、この新規事業を一番成功額を高く当てるのって多分一番最初に買ってくれるのって既存のお客さんのはずなんですよ。これまでとは全然違うような領域のプロダクトを立ち上げる以外って今回はそうだと思うんですけど、デザインとか動画に関連するような新規事業を作っていくじゃないですか。で、御社のデザインとか動画のお仕事にいいなと思って発注してくださる既存のクライアントさんが70とか80社ぐらいいらっしゃるって言ってたと思うんですけど、おそらくそのクライアントさんに最初刺さるはずなんですね。いや売れやすい確率でいくと。なので当然 LP を作って広告を回すっていうやり方も仮説検証にはなるんですけど、それってページに当たるかわからないコンセプトを作っておそらくこういうキーワードで入ってくるだろうっていうのを仮定して広くウェブに出していて、要は自分たちのお客さんがいた時にこっち側から取ろうって話だと思うんですよね。一番円の中心にこれからお客さんになり得るだろう人たちって既存のクライアントのはずなんで、なのでウェブで広く当たっていくっていうよりはまず既存のクライアントさんに当てるっていうのが最も売上が立つ確率が高いですし、既存のクライアントさんのアップセルクロスセルみたいな形で入っていくのが既存のメニューの延長として出していくっていう意味では今回の事業だと全く違うことをやるわけじゃないと思うので角度としては高いかなとは思ってますね。まあ、どれぐらいの制作費とか広告費でやられるのかってところによるとは思うんですけど、結果的に費用が同じになったとしてもそこの検証は確実に既存のクライアントさんからやっていった方がいいっていうのが私の意見ですね。 CAC が圧倒的に違う。そうですね。 CAC で顧客獲得単価なんですけど、はい、動画制作とかっていうクエリでしょ、はい、めっちゃ高いんでクリック単価がね、多分1顧客商談するので5から10万はかかると思うんで、それを既存顧客からやって一社一社でしっかり PDCA 回していきましょうっていうのと、こいつは外せないっつってめっちゃ頑張って売るっていうのと、絶対こっちの方が改善スピード早い。具体的にもうちょっと数字で共有してあげられると良さそうですね。今調べますわって言ってやってもよかったかもしれない、はい、しかも LP がちゃんとしたもの作れるか分かんないですからね。パネルで言ったら不安定な要素いっぱいあります。取りこぼす要素しかないんで、めっちゃいいと思いました。ありがとうございます。今まで LP 作って広告回してみたいな結構どこの業者に聞いてもそんな感じだったんで、その新規事業立ち上げの流れだったりとか過程みたいなところちょっと新しい視点大変勉強になったんで、社内でも最終的に確認して意思決定したいと思います。なんでまあ1週間後くらいまでにはご連絡できたらなというふうに思います。わかりました。本日はお時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。今回で言うと前提が既存の事業と近い領域だったっていうのは大事な前提ですよね。そうですね、うん、何回もおっしゃってたと思うんですけど、まさにおっしゃる通りだなと思って、で一方で全然違う領域だったらどうします？今回だとデザインとか動画以外でこういうシステムをこの業界に出しますみたいな、じゃなくてももはや 2C とかまた全然違いますね。 2C の場合はユニーサーチだったかな、最近出てきた結構いいアンプ系統のサービスがあるんですけど、それこそクラウドワークスとかで発注するみたいな形で30分とか1時間とか時間取って直接 Zoom でつないで広くうぞうむぞうにいる一般ユーザーにリサーチで取れるやつがあるんですよ。例えば店舗ビジネスの場合とかだと、この建物って知ってるみたいな形で何人かそこに何年か住んでる方にアンケート取ると、ここ知ってるよく通るよとかってなると、ここって老舗あって街の人から認知されてるところなんだ、じゃあここはエリアとしてこの通りを押さえとけばいいよねみたいなのをヒアリングしてとかって言って、
B2B と領域は違うんですけど、いくつかその事業で重要な変数になるであろうリサーチ項目をちゃんと潰していって実地で見て、で壁打ちができる範囲で当てていって角度を高めていくっていうのがいいと思いますね。さすがジムを開業しているだけはありますね。例えば店舗だとって自分のフィールドに持っていく嫌っすね、この営業手法を全部フィードバックしてくるでもこの B2B も自分で違うプロダクトも作ってしっかり軌道に乗ったやつがあるんですけど、それもビザスク使ってメーカー向けのやつだったんですけど、メーカーの担当者さん呼んできて、どうやって社内で意思決定してんのっていう全部フローを1時間ぐらいヒアリングさせてもらって、でそこでも簡単に壁打ちさせてもらって、まあ、1時間3万ぐらい払ったんですけど、でもそれだけで全然解像度変わるんで、そういう風にいかに事前情報取れる情報の中から当てられる確率上げていくかみたいな、でできればすでにそこにもしお金払ってるんだとしたらこのサービス使ってますところまで聞けると、もう明確にここが敵になってくるんだなとか、こういう理由でここを選んでるんだなってところまでヒアリングできるんで、少なくとも形をまず作っていく前に、ここがこういう風な参入障壁になるよねとか競合になるよねってところまでは共通認識を持てるところまではリサーチすべきかなと思いますね。おっしゃる通りです。ありがとうございます競合調査一つとってもね、ビジネス感度とか立ち上げ経験があった時にこれやっとけばよかったみたいなことってあるわけじゃないですか。その経験踏んでるかどうかって全然違いますよね。だからそういう意味で言うと、浜口さんがまさにそうであるように、経営者が支援に当たれるっていう弊社の強みが一番出やすい領域が新規事業なのかなとかちょっと思いましたね。新規事業に限らずなんですけど、ウェブでなんか施策やっていきたいってなった時にカバーしないといけない、要は考慮しないといけない領域が結構多すぎるんで、基本的にはウェブの相談するとウェブの話がメインになると思うんですけど、その後どうやって売っていくのとか、どういうトークスクリプトにするの、資料にするのとか、納品するまでの社内の体制どうするのとか、でそれを回す人ってどういう風な採用をしていくの、どういう人が適任なのみたいな、カバーしないといけない領域が多ければ多いほど僕の得意領域なんで、そういうクライアントさんに向けて価値提供できたらなと思ってます、うん、今後その施策を実行するだったりとか、世に溢れてるノウハウ自体を分かりやすく出すとかって全部 AI の仕事なんですよね。それじゃないところ、つなぎ合わせるだったりとか、今までの経験則だったりとかを元に仮説出したりとか意思決定したりとかするっていうのが強みの一つの浜口さんの時代が来ますね。そこでバリューを発揮していきたいですね、いや間違いなく来ると思いますよ。情報をまとめて発信してる方とかも多いですし、それこそ AI も綺麗にまとめてくれるじゃないですか。僕は結構得意だなと思ってるのは、世には出てないんだけど、ここのこういう情報をこんな方法で取りに行ったら勝率上げられるよねっていうピンを見つけに行く作業が個人的には結構好きなんで、そのデータ AI ないですから、一時データ、そうですね、そういうことなんですよ、ね、めっちゃいいと思います。というわけで今回のお題に照らすと、新規事業で何かしらやりたいだったりとか、新規事業じゃなくてもいいんですけど、既存事業をうまいこと改善したいとかでもいいわけですよね、はい、もちろんです。全部になっちゃうけどそれウェブのソリューションこれだけを頼みたいっていう場合は、もしかしたら浜口さんじゃないかもしれないです。じゃなくて実際に実行する部隊があるなし関わらず、社長さんが右にちょっと頭脳を置きたいなとか、気軽に相談できる相談役を置きたいなみたいな、実務に入れるめっちゃ優秀な秘書を置きたいなみたいな感じの需要に応えられると思うんで、概要欄に浜口さん指名できるようなフォーム貼っておきますので、ぜひ一度無料相談から受けたまっておりますので、お待ちしております。よろしくお願いします、はい、ロールプレイングお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。